くなるやん。おお当たってる当たってる。おお当たってる。もういいんじゃない？思いっきりフッキングしたよ。口が裂けるかもしれない。おいいじゃんいいじゃん。どう？ついとる？ついてんかい？あ、また早かったかな。あ、ついとるわ。はぜ？キス。いいやん、いいやん。飛距離ゼロやぞ。キス釣れましたよ。ベール解散かったな。キス釣れたぞ。ジギングやっとるみたい。あ、来た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 、うん、そこまで落とすの、うん、うん、よいしょ、うん、うん、だいぶ浅いねこれね。うん、よいしょ、うん、来とる来とる来とる、よいしょ、サバ祭り。よいしょ。さすが深瀬氏だけあって餌まくのがうまい。
はい、今日釣れたサバです。2人3人で何十匹と釣れております。さあこれどうしようね。NHK 風がわからん。はい、出来上がりました。サバの味噌煮、ではいただきます。いいボケだな、いただきます。ちゃんとした味噌が強い味付け、おいしい。骨までいけるね。辛くないね。おいしいです。サバの味噌煮だよ。で、ご飯、ちょっとね、カメラは手に持ってるから片手で操作してるから、ま、このサバの味噌煮がやっぱりサバは、味噌煮がいいね。僕はしめサバと酢サバがちょっと食べれないんで、そうなるとサバはそぼろ丼にするか味噌煮かな。おいしい。今度普通の他の魚でやってもウケるよね。他の魚でもこういうのやってみようかな、挑戦してみよう。はい、ということで今回はキス釣りをしに行ったんだけど釣れなくて、サバをサビキ釣りをしたっていう動画になりました。ではまたですね。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。またね。